この時間はスイス対スイス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コナミスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。スイスのキックオフでスタート。スイス対スイス、このゲームは世界でも十分注目されているマッチ、いわゆる強豪同士の対決ということになります。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよ ね。こういった両チームベンチも含めて豪華ですからね、まあ人気ありますよね。さっきスタジアムの外でもものすごい盛り上がってましたからね。はい、スローインをカット、これは読んでいました。アーチのようなパス、決まった先制、スイス、スイス相手に先制。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあスイス、この立ち上がりに失点と、北澤さん、いかがご覧になりますか。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。そうですね。中に入れる、直接行ってしまいました。ロイラスイスはアーワーヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。セフェロビッチ、裏へのスルーパス、おっとこれはやってしまったか。これはキーパーちょっと不運の図です。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。いったプレーは残念ですよね。さあスイス、不本意な得点を与えてしまいました。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手だけに ねちょっと悔やまれる1点になりますけどもね。来た、これは後半か、仕掛けるか、上げる、シェア、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。セフェロビッチ、体を張ります。スペースを狙う、クロスを上げる、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。フェイント、裏を狙う、
ルーズになる。シャキリスルーパス、このパスが抜ける。ああいい展開ですね。中央へ頭で来た、セイダー決めている。ゲットスイス、連続ゴール。セフェロビッチ、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。セフェロビッチ、今日2点目です。さあスイス、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。中へアーリースイス、ここはクリアでピンチを出します。フロイラー、これはつながりません。抜けてくる、スイスはここクリアで難を逃れます。裏のスペースを狙う、ドリブルで上がる、スルーパスを出す、シュート来た、追加点、スイス。この短時間で追加点、素晴らしいボールコントロール、ゴールに吸い込まれるようなシュートでしたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。セフェロビッチ、今日3点目。さあスイス、このゲームの主導権を完全に抑えています。いやこう立て続けですと勢い感じますよね。チームがこういい状況になってきますよね。そうですね、ボールのこのパスクリアです。スイスボール、さあガルシーンでしたが、ここはクリアの対応。これはファールを取られましたか。エジミンソン・フェルナンデス、今のファールは注意だけで済んだようですね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。シュート止めた、ルーズボールになる。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。丁寧に足元を使う、まだある、セフェロビッチ、ふわっと裏を狙う、いいボール入りますよ。お、いい形ですよ。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。前半最後のセットプレーになるのか。ここ拾って次につなげたい、スイス。ここで前半が終了しました。圧倒して前半を終えます。スイス大きくリードして前半を終えています。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし本当に素晴らしいですよね。スイス対スイス、スイスが大量リードで折り返します。
後半です。どうする、チャンスになる、シュート決まった、追加点、スイス今日は止まりません。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。さあスイス現在圧倒的な強さを見せています。激しいボールの奪い合い、ゆるく狙ったボール、エジミンソン・フェルナンデス、シャキリ、リカルド・ロドリゲス、どうだ、シャキリ、シャキリから右サイド、これはなかなかこじ開けられない、大きく縦へ、フロイラー、ゼフェロビッチ、シュート、これはよく止めました。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めていきたかったところでしたよね。スイス徹底的なチャンスを収めることができませんでした。ここで前を向けるか、シャキリ、ロングフィードで狙う、これを拾いたいスイス、おそらくフリーだ、クリア、このピンチをなんとか出します。リカルド・ロドリゲスからアーチのようなパス、オフサイドですね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。スイスとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。チャンス来た、シュート、シーローがまだある、このクリアボール次へつなげたい、これはアーリー、シュート、いや追加点、スイス全く手を緩めません。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやもらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。今日2点目のゴールです。いいプレッシャー、おっと危ない、縦へのボール、スイスとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。リカルド・ロドリゲスから大きく縦へカウンターを仕掛けます。ここで受ける、ここかわす、シュート、シュートを打ち上げてしまいました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。スイスは嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。シャキリからスペースに出る、シャキリ、フロイラ、セフェロビッチ、ここはすぐ奪い返します。スイス、さあつながるか、ここで受けて、どうだ、このプ
ビアボール拾いたい。残り10分を切りました。シャキリ、シャキリから緩いフィードボール、チャンスを演出できるか。ボールはクリア。ボールを受けて、おっと抜けてくる、シャキリ、ボールは右にそれていきます。シャキリドリブルで仕掛ける、スペースを狙った、長いボール縦へ、セフェロビッチ、シャキリ裏を狙う、来たぞ、あーこれか、取れないですか、レフェリー、また中央へ、グレール・エンボロ本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。ボールの奪い合い激しいものがあります。スイス、ここでファールをもらいます。これはクリア。レフリー試合終了のホイッスル。6対0スイス大差で勝ちました。さて北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。スイスとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スイスが大勝を収めました。